あなたは異界から来たと言いましたね。匠と一緒に来たということも間違いないのですね。あなたは第五教団をご存知ですか？彼はそこから補充兵員として送られてきた兵士なのです。あなたの知っている匠とここの匠が同一人物だと言い切れますか？ところであなたはなぜ玄武の巫女たちと行動を共にしていたのです？事情は分かりましたが、あなたは玄武の巫女の仲間だということには間違いないようですね。人質という立場は変わりませんが、逃げるつもりさえなければこの宿営地内では自由にしていて構いません。ええ、これで僕の質問は終わりです。目の届く範囲にいるならお好きなところへどうぞ。ええ、構いません。熱はもう引いてます。
何かあるのですか？それほど敵の中に行きたいわけですか？第五教団には向かいますが、それはまだはっきりとは言えません。あなたが巫女である可能性がある限り、おいそれと動かすわけにはいきません。もし不凍国の青龍の巫女であるならば、なおさらです。ええ、あなたが青龍の巫女ならば、不凍国にとっての滅びの象徴ということになります。もし苦闘国、いえ我が主である覇警様に関わるようなことになるなら、あなたにも死んでいただきます。今のあなたの身柄は苦闘国の存亡を左右する存在かもしれないのです。マリコ、僕個人として昨夜のことは感謝しています。ねえマリコ、俺の髪、シギ様を真似したんだよ。似てる？だろ？苦労したもん。シュラ、戦闘中は邪魔だから切るようにと言ったはずです。じゃあシギ様は？
たせたな。助けに来たぜ。ここは俺に任せて早く離れろ。向こうに滝子が。私ならここにいるわ。滝子、なんで来てんだ。向こうで待ってろって言ったろ。随分と大胆に出られたものですね。おい男女、マリコをどうするつもりだ。どうもこうもねえんだよ。助けに来たって聞こえなかったのかよ。いけませんね、死に急いでは。マリコ、何やってんだ。早くこっちに来い。何をしているのですか。言っておきます。僕はあなたの敵なのですよ。どちらなのですか。とにかくマリコを離せ。
今のうちにこっちに。大丈夫ね。だから言ったろ、マリコなら大丈夫だって。あら、自分が一番責任を感じてたくせに。んなことねえよ。ちょっと目の前で触られて。心配したんだから。匠さんはどうだったの？そう。
マリコさん、頑張って。ダートさ、タキコ、さっさと行くぞ。遅れるのは勝手だが、手伝わないからな。ウルキ、そんな言い方。そう思うならもう少しキビキビ歩いてくれねえかな。うわじゃねえよ。もう歩けねえのか。無理すんなよ。疲れた顔で言われても説得力ねえんだよ。タキコはいいんだよ。お前の方がよっぽど危なっかしいからな。お前、シギたちに変なことでも吹き込まれたのか。いや、何もないならいい。お前が思っているよりはな。滅びの象徴じゃ、おちおち町も歩けない。それはマリコさんのせいじゃないわ。ま、そりゃそうだ。マリコのせいじゃないが、マリコが巫女じゃなければこんなことにはなってねえよな。ウルキ。なんだよ。うん、なんでも